かつて筑前有数の港町として栄えた津屋崎。この土地で江戸時代より受け継がれる素朴で可愛らしい津屋崎人形をご紹介します。新しい出会いを求めて心の扉を開いてみませんか。夢クルーズ Brought to you by 福岡県ホンダカーズ。今日は丸めのヘッドライトが印象的なホンダ N1 でドライブ。200年以上の歴史を持つ津屋崎人形は鮮やかな原色を用いるのが特徴。今は2軒の人形屋のみで制作しています。7代続く筑前津屋崎人形工房では新しい作品作りにも挑戦し注目を集めています。津屋崎人形は2枚型による手押し製法で一つ一つ手作り。大小1500種類ほどの型は代々受け継がれています。そして津屋崎人形を代表するのがこの郷土玩具。先を見通す能力を持つとされるフクロウを津屋崎ではモマと呼び、モマ笛は縁起物とされてきました。原田さんは中学校やイベント会場で絵付け体験などのワークショップを開催し、津屋崎人形の魅力を広めています。津屋崎へのお出かけはホンダ N1。 瞳のようなデザインが特徴的な丸くて大きなヘッドライト、すっきりと端正に整えられた落ち着きのあるインテリア空間です。この番組は福岡県ホンダカーズの提供でお送りしました。